あの土下座が人柄を物語す。あ、そうそう。まあでも一応なんかまあ、社長死ぬほど空回っとうけど、なんかちゃんとあっこで土下座できとって、あっこで土下座しとったけんね。ドームで。あれはなんかやっぱなかなか、ちょっと痺れたけどね。まあでも俺はほら、こう、まあこう社長の部下やけん、俺が痺れるのは当たり前っていうか、すごい偏った、偏ったあれにはなるっちゃけど。あれはなんか、ふーんと思ったわ。こいつやるやーん。そう。こいつやるやーんってめちゃめちゃ思った。そのまあ、時間はだいぶ遅かったけど。かなり遅かったけど。かなり遅かったけど。まあまあまあ、やるのとやらんのでは全然違うから。そう。それはまあ、しゃあない。そう。まあ、クソはクソでもマシなクソみたいな対応やったじゃんね。時間はかかったけど。綺麗な土下座やったね。しかもなんか、ファンの写真かなんかで、スポットライトがお前、あいつのスキンヘッドに当たって、なんか、月みたいになっとって、あいつ、一瞬、なんか、ファンがツイッターに、なんかツイッターに貼っとった写真で、なんか、太陽に照らされて輝いとった、こいつ。めちゃくちゃおもろかったぞ、マジで。なんだよな、スペシウムコースみたいな出てたわ、あいつの頭から。いやでもまあ一旦、まあ表に戻ってこれて、こうやって、こう一旦まあみんながちょっともやっとしちゃうところは、うっすら説明できてよかったのかなと思って、とは思ったね。そう。社長のお口塗ってしまえ。社長のお口塗ってしまおうかなって思っていた時期も私にはありました。でもやっぱ、一応ね、こうなんかなんだかんでやっぱあいつも、そのめっちゃ不器用やけど、なんかその、一応みんなの期待に応え、その、ファンの気持ちを考えれとうかって言うと、また難しくはなってくるんやけど。でもまあ、あいつにはあいつなりの正義で、みんなの期待に応えたいみたいな気持ちは、ありそう。そう。ありそう。まあ、俺も社長じゃないっけ、わからんけど、でもありそう。そんな感じやね。シバヤンは、いや、わからんよ、本当にそれは。マジでわからん。けど本当にどうしたのって俺は思っとったけどなんかまあでも別にまあ結局なんか僕が悪かったですいませんでしたって言って追消ししなんか追消しして謝罪しとったしいっちゃんまあ人は間違えたりするから、まあ、千葉にはぼや騒ぎやったりそう